中学受験どっちがどっち。千谷先生、今日のうちは2023年度高槻西山と入試分析どっちがどっち。関西の入試分析も、はい、もう本当に続いてますけども、はい、今日の2校はですね、うん、関西の受験者数を最も集める、うんうん、そういうリストを前作ったんですけども、はい、その時のワンツーの学校ですね、はい、1位高槻、うん、2位西山と、うん、これともにあの男女共学化して、うんうん、さらに人気が上がってきた。そうですね。そして受験者数もすごく増えてきた、うん、多いですね、というまあ2つの学校ということで、うんうん、興味を持っている方もいらっしゃるんじゃないかと。そうですね、ということですよね、うん、じゃあ早速まずはデータからいって、はい、最後に、算数の問題の公表、という形でいきましょう、はい、そうですね、はい、じゃあまずは高槻 の、はい、あのデータからいきます、はい、でまずはあの受験者数とか倍率とかですね、はい、A 日程と B 日程を言いますと、まず A 日程は募集人180名で、受験者数が607人で合格者数が246で、あの倍率は、まあ、これ実質倍率になっておりますけど、あの 2.5 ということになっております。男子と女子合わせてそうですよね、うんうん、そうですね、で次に B 日程は、募集人員は90で受験者数は1136、合格者数は462で倍率は 2.5 というふうになっております、うん、あの B 日程の方はね、うん、あの募集人員少ないところにですね、うん、1000人を超える人が集まっていると、うんうん、すごいなということですけど、うん、まあでも合格者をたくさん出すので、うん、実質倍率は実は2倍ちょっと2倍台の真ん中であるということなんですよね、うん、そうですね、どっちも一緒なんですね、うん、そうですね、うん、まあ、これ面白いことがあれですよね、うん、男女別に見ると、うんうん、A 日程の方は男子の方が倍率が高いんですね、うんうん、ところが B 日程の方は女子の方が倍率が高い、うんうん、男子 2.3 女子 3.1 ということで女子の倍率は3倍を超えてますね。そうですね、だからここはあの本当に優秀な女子がガッと、うん、来る、そうですね、そういうところなんですよね、うん、で次に各教科 の、 あの点数なんですけど、うん、あのここにデータとしてちょっと載せてあのいる感じなんですけど、うん、これまああの A 日程と B 日程、うん、しかも男子女子と分かれるので、うん、これ喋ってるとすごくあのもうなんじゃそらいう話になるかもしれませんから、はい、今回はデータでまとめてあります、うん、そうですね、そうですよね、はい、うん、でまあこれでちょっと気になるのはあのまずあれですかね、あの A 日程の算数ですかね、うん、ちょっとまあいつもより低かったかなという感じですよね、うん、そうですね、だからもう受験者平均が男子だけだったら4割切ってるんですね、で女子の方はまあなんとか4割は、うん、けど5割ないですよね。ないですね、うん、はい。難しかったですね。難しかったということですね。うんうん、まあ対して B 日程の方はまあまあ例年程度に戻ったっていう感じですかね。そうですね。去年がちょっと難しかったんで、うん、すごく低かったんで、まあ揺り返して戻ってきた、うんうん、ということで、まあでも例年ほどは、点数は高くない、うんうん、ということなんですけどね。うんうん、はい。で、あの B 日程の方はまあ3教科なんですけど、うん、A 日程は4科受験もできる、うん、でアラカルト方式なんですけど、うん、ここもあの高槻も、うん、大阪聖光とか、うん、四天王寺の医師を除く四天王寺とか、うん、あと、政府南海がやってるのと同じで、はい、3科のアラカルトを三国社でもやってくれるんですね、うんうんうん、だからなかなかこういう学校増えてきたというふうに思いますね、はい、これだからやっぱ女子をが受ける場合は社会も同等にしようっていうのが意外とあるのかもしれませんね。なるほど、そうですね、まあ聖光男子校でもやってますけどね確かにそうそうそうで次にあの西山と の、 あの受験者数などの情報ですね、まずあの募集人員ですね、募集人員はあの、まあ、本校会場とかいろいろあるんですけど、あの全部合わせて男子が、約180、うん、で女子は約40名ということになっております、うん、であの次に本校会場のデータなんですけど、男子が受験者数903人、うん、で合格者数398、うん、で倍率が 2.27、うん、で女子が受験者数246、うん、合格者数は91、倍率が 2.70 という感じになっております、うん、やっぱり女子の方が若干高い、うんうん、やっぱり難しい学校だということですよね、うん、そうですね、うん、であのこの西山に関してもですね、うん、西山とあのいろんな会場があるんですよね、うんうん、まあ、東京だとかもういろんな会場がある、うん、シンガポールもある、うん、でそういう海外の会場とかも全部合わせたもののデータをこれまた載せます、うん、たくさんすぎてね読むのも大変なので、うん、載せますので、うん、まあ、参考にしていただいたらいい、ね、ということですね、はい、であの点数のデータもここに載せているんですけど、まあ、今年はちょっと、まあ、本校会場の算数ですね、まあ、ちょっと難しかったのかなというところですよね、うん、まあ、全教科的に、ね、うん、ちょっと難しめだったけど算数の難しさは、まあ、ちょっとだけ際立っていたと、うん、いうことでしょうかね。そうですね、うん、はい、いきます、はいはい、じゃあ次にあの算数の問題の公表にいきましょう、はい、まずは高槻 A ですね、はい、で高槻 A の問題はあの全部で小問含めて16問ということで、うん、これをまた ABC のレベルにあの分けていきますと、うん、であの A は3問、うん、B は5問、うん、C は8問ということになりました、う
で、あの A が簡単で C が難しいということですね、うん、だからまあ、 あの C が多めっていうのはやっぱり平均点が低くなったっていうことですよね、うん、そうですね、はい、うん、で第1問はあのいつものように計算問題と小問集合、うんうん、ということで、まあ、ちょっとレベル高めであったという感じですかね。そうですね、この3番が、うん、角度の問題ですけどね、うん、これ灘で六角形で似た問題が出て、うんうん、これあの次の年僕は灘の予想模試でこの角度の問題を全く同じように出しましたそうですね、だからまあ思いつきそうな問題なんですね、うん、そうですね、はい、が出てましたね、うん、でも知ってれば解けるけど知らなかったらきついかなっていう感じがします。そうですね、はい、あの塾とかで出されそうな問題というところですね。はい、で、あの大問に、これもあの、まあ、難しい問題ではありますけど、あの見たことあるような、うん、塾でやりそうな問題ではあるというところですよね。共にあの有名な数列になっちゃうということですね、うん、そうですね。で、大問さんはあの流速の問題ということで、うん、まあ、ちょっと読み取りはしんどいかなというところですかね。そうですね、なんか流れがある川と流れのない川がなんか変に交わっちゃってる。そうですよね、ちょっと変わった設定で読解がきついかなという気がしますね、うんうん、そうですね。で、大問4はあのいろんな折り返しの問題ということで、まあ、あの一応典型パターンの問題ではありますけど、まあ、ちょっとあの解くのは難しかったのかなという感じですかね。そうですね、だからこれはあの最難関のテキストに入れたくなるような問題ではありますが、うんうん、高槻の受験者層がどこまで正解できるのかというと微妙なゾーンであるということですよね、うん、そうですよね。で、大問5はあの立体の切断の問題ということですね、うん、はい、これはまあよくある問題でもありますね、これも、うん、これも典型的な切断になってますね、うんうん、で、まあ、最後の括弧にはね、もう激しい誘導がついてますけど、はい、そうですね。でもこれがまあ、 あの気づくか、うん、まあ、気づくかな、うん、で、まあ、 あの知ってる人も多いかもしれない、はい、勉強していれば知ってる人も多いかもしれないけれども、はい、まあ、あの知識の問題であるという感じですよね、はい、そうですね、はい、次は B ですね、うん、で B はあの小問含めて全部で17問でして、うん、であの ABC に分けますと A が5問 B が8問 C が4問になりました。まず第1問は、うん、これも同じくあの小問集合と計算問題ということになります、うん、この、 あの3番の両替の問題はね、うん、今年の灘でもやってるやんみたいなそうですね、両替ばやりなんですけどね、為替があれかな、円安になったからやりたくなったかもしれない。ですね、はい、で大問2が仕事の問題ということで、うん、まあ、一応典型かなというところですかね、うんうん、で大問3は、まあ、これもちょっと書いていけばいけるかなというか、うん、タイプの問題ですかね、うん、で大問4があの図形の問題ということで、まあ、あの一応よくある問題を組み合わせた感じですかね。そうですね、うん、で大問5はこれはまたあの回転の問題ということで、うん、これはあの、うん、その括弧2 の、 あの誘導の意味が僕未だに分かんないんですけどそうですね、ちょっとですね、はい、これ、まあ、この誘導にならなくても、うん、まあ、塾でよくやるいわゆるパップスギルダを使えば答え出ちゃうんですけど、うんうん、そうで、まあ、こうやって見ると実は A 日程と B 日程なんですけど、うん、問題むしろ A 日程の問題の方が難しいかもしれません、ね、そうですね、うん、ちょっと B の方が手筋見やすいかもしれないですね。そうですね、だから意外と今回は B が、うん、まあ、そこまで難しくなかった気がしますね、うん、というか、まあ、A の難しさが際立ったって感じでしょうかね、うん、そうですね、はい、まあ、でも共にあの、うん、ちゃんと勉強していた子が点が取れる、うんうんうん、あの努力が報われやすい問題であったという気がしますね、うん、ちゃんと塾の勉強をすればあのいいという感じですよね。そうですね、うん、次は西大和の、うん、算数の問題の考慮にしましょう、はいはい、で西大和の問題はあの本校会長の問題ということで、小問含めて全部で22問ということで、うん、あの ABC に分けますと A が9問、うん、B が8問 C が5問になりました、うん、多いですね、うんうん、で、まず大問1ですね、うん、大問1があの計算問題と小問集合という感じですね、うんうん、これ1の括弧5はこれ公用に入れた問題とほとんどそっくり同じですよね。そうですね、うん、不思議な感じがします。で、ね、はい、で大問2があの図形問題と、うん、平面の図形問題ということで、うん、まあ、ちょっと見慣れない問題が2番とかはそうですかね、うんうん、まあ、でもまあできるでしょうね、うんうん、西山は解けるそうだとできると思います、うんうん、で小問3があの、うん、こっちは立体図形になっておりますね、うん、まあ、でもこの切断ね、うん、最初の問題、うん、切断面の形はまあ実は簡単ですけど、うんうん、その後が、まあ、これが一応誘導になっていて、うんうん、一部の図形、デコボコのある図形の切断で、これはちょっと難しいですね、うんうんうん、はい、これはなかなか大変かなという気がします。で、大問3もあの小問2つということで、うんうん、で小問1の方がまあ数の問題ということで、うん、まあ、ちょっとまああの塾の問題とかで難しい問題とかで出されやすい問題かなというところですかね、うん、そうですね、まあ、でもこれはだから全部完答は難しいかもしれない、うんうん、けどもまあ最初のあたりは、テクニックをちゃんと学んでいたらできる、ね、そうですね、1にあたりは意外と、うん、あの簡単に解けるかなというところですよね。そうですね、はい、であの2番の方はまあちょっと難しい図形問題かなというところですかね、うん、そうですね、これも なんかあの昔の灘のね1日目の直角三角形並べる問題、うんうん、はい、
と似てますよね、うん、はい、だからその辺をテキストでやってた子はやりやすかったかなという気がしますね、うん、で、あの最後の大問4、はい、これはちょっと文章も長くて、うん、あの計算もなかなか大変 で、 そうです、ね、結構大変だったのかなという、これはまあいわゆる典型題ではもう全くない、うん、でそのいわゆる適性テストとかね、はいはい、実生活とか、そういうものを題材にして考えましょうという感じの、うんうん、まあ、今時流行りの問題ですよね、はい、うん、だからまあテストとしてはな西山とあのバランスがいいというかですね、うん、流行りのそういうのも入れてきた、うん、その場で考えることができますかっていうのを見る問題を最後に持ってきた、うん、ところがまあいいセンスしてるなと思いますよね、うん、これはでも最後まで読み切るの大変ですね計算もめんどくさいからもう、うん、まあ、正直嫌になっちゃいました、うん、はい、まあ、あの最初の小問ぐらいは取っておきたいかなというところですかね、うん、そうですね、だからこれあの解いた後にねこれ正解だってこう、うん、実感が持てないですよねそうですねこれでいいのかと、で表現もちょっとなかなかあの、うん、直線をね、うん、全部同じその太さで塗るかどうかわからないとか、うん、そうですね、ちょっとあの難しい、そうですね、読み取りがね、読み取り難しかったですね、はい、16例もちょっと読み取り難しかったですね、そうですよね、うん、こんな幅離れたところで直線の競争させんのかみたいな、うん、そうですね、真ん中ドンと開けて直線で競争なんてね、そうですね、こっちとこっちで競争の行われている、そうね、変わってるなと思いますね、でもあの高槻と西山と見てきたんですけど、うん、来年に向けてこの両校を目指す受験生はどのような対策をしていけばいいですかね、うん、まあ、共にあの塾のテキストとかに載ってるような典型題が結構な割合で出てますから、うんうん、まずはそういう決められたテキストみたいなものを網羅的に頑張る、うんうん、これは必要ですよね、そうですね、まあ、その上でその典型題が出てる割合がやはり若干高槻の方が多いかなという気がしますので、うんうん、中程度の問題から上位の問題、うんうん、まあ、特にボリュームゾーンとしては、うん、まあ、ABC でいうと B 問題からちょい上ぐらいまでをしっかりやり込むということが大切でしょうね、うん、まあ、西山本に関してはそれよりも若干難しめの問題および読解が必要なちょっと変わった問題も出てきますので、うん、典型題だけじゃなくて、ちょっと適正試験っぽいような長文の問題を読解するようなものについての練習もやはり必要であるというふうに言えるでしょうね、うんうん、そうですね、それではこの関西の受験者をたくさん集める二大人気校目指されている方々、来年頑張っていきましょう。今日はここまでです。